丁同盟の時間です。私たちは日本と北朝鮮と関係を一日も早く正常化したい。これは日朝同盟の念願です。そのためにはやはり首脳会談をやらなきゃいけない。今、まあ、石破が内閣を構成したけれども、北朝鮮との問題は引き継ぐはずです。岸田路線を引き継ぐという形で林官房長官を継続しているわけですから、まあ、北村茂さんが温度を取ってやってきているこの日朝会談、一日も早く実現できるように願っております。今日は日本と、北朝鮮の問題を解説していただく実践実学大学山口教授にお願いいたします。実践実学大学の山口です。まあ、北朝鮮の話なんですけれども、韓国の情報機関で国家情報院というのがもう非常に北朝鮮の情報を、集めてるんです。それ何のルートで、でそれが北朝鮮が昨年後半から最近まで韓国の半導体装置会社を対象に集中的にサイバー攻撃をかけているということを確認したという話を、入ってきました。国家情報院によりますと、昨年末から今年の春頃まで2枚の形状管理サイバーとセキュリティ政策サイバーが攻撃を受けて、そして、製品設計の図面やそれから設備規模の写真などが完全に盗まれた。盗まれた会社は、まあ、代表的なサムスンあたりですね。それで北朝鮮のハッキング組織が、不正プログラムの使用を最小化したサイバー、設置されている正常なプログラムを活用して攻撃すると。いう手法を使って、この方法はサイバーに内蔵されたツールを使うため、セキュリティプログラムでも検知しにくいということなんですね。国家情報院は北朝鮮が制裁による半導体の調達、これが困難になって衛星ミサイルなどの開発による需要増加によって半導体の生産設備に乗り出すそうですけども、これをやはり今までの開発で、韓国の、サムスンとか一流企業に及んでない、したがってそこから、技術を今まで遅れた技術を取り戻そうという、動きだということですね。サイバー攻撃を受けた会社に関連事実を通知しまして、国家情報院がでセキュリティ対策の策定を支援したんですが、その受けた企業がこのサイバー攻撃を受けてることに気づいてなかったと。で、被害を防ぐために、国内の主な半導体会社に情報を提供して、セキュリティ点検をもう徹底的に行うようにということを、つい、先日、国家情報院は、発したということです。やっぱりサムソンの技術を盗んで、はい、まあ真似が同じレベルの技術者をスカウトしてやればできないことはない、うん、そうですね、うん、そう言われますね。まあ一
日夜にして三村が北朝鮮に出ると、そういうことです、いうことを考えなければいけない。